メタバースパパニュース。こんにちは。いかがですか？体調崩してないですか？そいつはよかった。私も元気です。あ、ちなみに、ようやくですね、ボイミの長女、中学校2年生のボイミのテストが今日終わりますので、私も久しぶりに休めます。この番組はですね、普段は外資系の IT 企業で働いているのに、メタバースから日本を元気にしたいという思いで、うらしいというイベントを主催するようになった私、パパ丸山がお届けするメタバース入門バラエティです。まあ、ぜひメタバースって何っていう人、このメタバースを始める第一歩になればいいなと思っております。で、今回は、ボイシーのハッシュタグ企画、ドゥドゥン、圧倒的刺さる提案、こちらをね、お届けしていきたいと思います。逆に刺さる提案あったら教えてほしいので、ぜひ他のパーソナリティのね、刺さる提案も聞いていただきたいと思います。で、今回は、刺さるプレゼンをお届けしていきたいと思います。で、昨日ちょうどですね、IT 業界のイベント、日経クロステックネクストというイベントが東京国際フォーラムでありました。で、私の会社も、ブース出しまして、で、そこで20分ぐらい時間があるから喋りたい人みたいな感じで、募集だったんで、喋りたいですって言って、手を挙げて、で、その中でちょっと感じた、もしあなたが突然ね、こういうなんかブースで喋ってとか、人前で喋ってって言われちゃった時に、こうすると、受けるよっていう、聞いてもらえるよっていうテクニックをちょっとお届けしていきたいと思います。それでは参りましょう。ブースで話すテクニックは、人に話すをローンチします。パパニュース。そうだ、生放送で今撮ってるので、ジングル自分でやらなきゃってね、思い出しました。さあ、日経クロステックネクストなんですが、9月の27、28、2日間にわたって東京国際フォーラムで開かれました。まあ、日経クロステックっていう雑誌のね、イベントになります。で、こういう IT 業界のイベント、私結構久しぶりで、コロナが明けてから久しぶりでね、いやーなんか、戻ってきたな、日曜がっていう感じがね、しましたね。で、IT 業界のイベントなんですけど、こういろんなブース、大きい会社の、インテルとか、HP とか、いろんな会社あるんですけど、こう、入場の時にバーコードね、事前にこう登録してくるとバーコードが発行されて、それを皆さんピッて読むと、こう、見込み客としてね、登録される。で、その代わりにノベルティがもらえるってことでね、久しぶりにたくさんノベルティをもらってまいりました。あ、で、そう。で、提案ね、喋り方の方、刺さる提案なんですが、まあ、今回いろんな、大きいブースでいろんな発表されてる方々もいたりとか、あと他の会社さんがね、自分の会社のブースで、こう、セッションするというね、いろんなパターンありまして、いろいろ見てきて、これだなと思ったのが、これ、ドゥドゥン。人に話す。いや、当たり前じゃないって、そう、当たり前じゃないと思いますよね。これが、これ人前で発表するときって、ついついね、独り言になりがちなんですよ。早く終わりたいから。こう、飲み込んじゃうんですよね。で、これって一人で話すときだけではなく、対談形式のときも要注意なんですね。これよく、こういうイベントやると、こう、二人登壇して、こう机に座って、なんかこうパソコン見ながら二人で対談するみたいな形式。これ結構 IT 業界だとあるんですね。で、このパターンも結構気をつけなきゃいけないのが、こう会話になってないというか、相手に喋ってない時っていうのが結構あるんですね。ああいうのってもともとまあ台本も用意されてるんで、今日はこういう話で、行きましょうっていうのを決めているので、ついついね、こう台本を読んじゃう。ですよね。そうすると、対談なのに、相手に話してない。こう飲み込んじゃう。っていうことが多いので、これぜひ登壇したときは、人に向けて話すと。いうこの意識でやると、道行く人とかがね、こう止まってくれると思います。で、あ、じゃあどうやって、人に話しかけるって何言ったら、いつもやってるよって思うじゃないですか。で、このテクニックなんですが、これね、以前のパパニュースでもちょっとご紹介したんですが、練習方法は、ボールを投げながら話す。これです。これ。その前に言葉を飛ばすっていうのがこう大事なんですね。ついついね、こう一人言とか台本読むと、こうなんとかなってます、なんとかなってますみたいな感じで、こうね、喉の奥の方に飲み込んじゃうパターンが多いので、こう前にピョンと投げる意識
をつけるためにこうちょっとね、まあ右利きの方は右でね、ボール持った感じでこう、どうもこんにちは、ババ丸山ですみたいな感じでこう投げながら話す練習をすると言葉が前に飛んでいくので人に話しかけてる感覚が出てきます。はい、これぜひね実践していただければと思います。でその他今回ね使ったテクニックなんですが、私たちのね会社のね今回ねあのみんなこう準備したねスタッフみんなねちょっと行ったら落ち込んでたんですよどうしたんですかって言ったら、私たちの目の前のブースがインテル入ってるの、あのそう大きい会社インテルのブースがねあったので、でしかも各おのおのねそのトークセッションする時間がなぜか丸かぶりしてるということで、全然集客できないともうね嘆いておりましたで、オッケーと、じゃあやろうぜと。もうね、私はね、逆に、あの、気が楽になりました。なんか、集客がもともとできないんだったら、じゃあ気が楽だなっていう感じでね、そう。やりました。で、ここでポイントだったのが、まあ、例えば12時から、あの、この、話しますねと、AI の話しますねって言って、まあ、12時にいきなり話し始めても、当然人が来ないので、まあ、10分前ぐらいから呼び込みをしなきゃいけないんですね。で、これで、インテルブースはね、お金あるんで、女性のね、ナレーターの方がね、この後、12時より、インテルのブースでは、〇〇社の〇〇さんのセッションが始まります。どうぞ、皆様、お立ち寄りください。みたいな、こう、綺麗なね、そう、アナウンスがね、10分前ぐらいから入ってくるわけですよ。そりゃみんな行きますよね。で、うちの会社はって言ったら、あ、そういう人いないですって。いないんかいと思って。じゃあ、やるよって言ってね。10分前ぐらいから。あと、私も呼び込みをして行ったんですが、まあ、まともにやったらみんなインテル行っちゃうんですよ。おう、なので、じゃあということで、もうね、呼び込みっていうか、フリートークをもうスタートしていきました。あの、本当にインテルで喋ってた女性の方には申し訳ないんですけど、向こうのマイクかき消すぐらいの勢いで、この後12時から始めます。いや、今日 AI なんですけどね、みたいな感じで。そう、普通に喋っていくスタイルで、いつの間にか12時になったんで、じゃあ始めますぜ、みたいな感じで、そうやっていきましたので、やっぱりこの、事前の呼び込みね、これ結構大事ですね。はい、大事なので、もう自分の時間だけじゃなくて、その前段階からもう勝負は始まってるんだぞと。これ使えるかな？でもこれ結構使えると思うんですよね。この呼び込みってみんな恥ずかしがって結構やらなかったりとか、まあそりゃそうですよ、恥ずかしいですよね。いきなりだって、マイク持ってあんなね、100人200人行き交う中で急にブースに呼び込んでくださいって、まあ恥ずかしいと思います。それはね、それこはね、やっぱりボイシーやっててネジが 3,4 本ぶっ飛んでたんで、そこは良かったなと思いましたね。でもうね、しかももうね、同じ時間でインテルも始まるんですよ。始まっちゃうからもうね、喋るのもだからぶつかっちゃうから、もうじゃあしょうがない。ここはやっぱりじゃあボリュームで勝つかっていうことでね。あの私のお箱のね。で、今回は AI のコードかとか、ね、無駄に声を、無駄に声張っていくスタイルでね。行きましたね。あの、すいません。さぞかし、インテルの方聞いてたらすいません。あの、さぞかしうるさかったと思います。はい。すみませんでした。でもあの、おかげでですけども、あの、我が社の、ブースは一応あの、その、私の喋る前に6席ぐらいあったんですけど、桜3人、お客さん3人ということで、満員でございます。半分桜ですけど。でも、お客さん一応3人ね、そう、座ってくれて名刺交換もできたんで、もうピンポイントですよ、これ。ほら、ピンポイントでね、成果があったんじゃないかなと。で、道行く人もね、結構聞いてくれたりしまして。いや、本当にね、良かったです、本当に。なんとかね、はい、人も集まって、15分ぐらいかな、はい、楽しくお話できたんじゃないかなと思います。はい。これ、ちょっと余談ですけれども、まあ、今回のブースを、まあ、やっていたうちの会社のチームの人に、なんでそんな喋れるんですかみたいな話になって、いや、とんでもないです。あの、なんかラジオの DJ みたいでしたって言ってたんで、ラジオやってるんですよ。ボイシーってやってまして、ボイシー聞いてますって。これね、最近、5人に1人ぐらいは、ボイシーやってるんですって言うと、聞いてますって。やっぱあの、パパ丸山でお願いしますみたいな感じで、ちょっとあの、草のね、活動を。
広げております。はい。で、ちょっと面白いなと思ったのが、うち外資系の企業なんですけど、そのアメリカの本社の方から、ポッドキャストが送られてくるんですよ。そう、社内の。で、撮ったポッドキャストがドヤ顔で送られてくるらしいんですけど、まあ、オールイングリッシュなんで私聞いてないんですが、日本版のポッドキャスト、やれるんじゃないですかみたいな話になって、やろうよみたいな。やる、全面協力しますよみたいな話になったので、私なんか普通にプリセールスなのにですね、もしかしたら社長とポッドキャストしたりとか、社長とどっかの CEO とポッドキャストしたりとか、あ、社内の、なんかこう、大きい会議の、司会とかね、あ、なんだったらそのように、もしあれだったらやりますんでって言っときましたので、なんか、仕事の幅がね、仕事の幅なのかなこれじゃないですけど。なんかそういうね、ちょっと話もありそうでね、非常にちょっと面白いなと思っております。はい。というわけで、ちょっと日経クロステックの話題ちょっといろいろずれましたけれども、はい。急にもしあなたが、人前で製品紹介してとか、なんかやってって言われた場合のコツはね、はい、二つお届けしてきて、刺さる提案二つ。一つは、お客さんに、監修に話しかけるように声を前に飛ばす。飛ばすという意識。お願いします。これ対談の時も対談の相手に飛ばす、観客に飛ばす。これ両方ね、こうやってください。こう二刀流でね。はい。声の二刀流で。声の大谷翔平でよろしくお願いします。やってください。はい。で、さらに、自分が喋る時間の前から勝負は始まってるので、10分ぐらい前から呼び込みをしていきましょう。ね。あ、で、最後に大事なことなんですけども、綺麗に喋んなくていいです。もうこれ。いや、私もめっちゃ噛みます。噛みます。でも重要なのはそこじゃないですよ。なんか綺麗に読もうとすると、あんまり耳に入ってこないんですよね。だから、みんなが綺麗に読んでるから、ああいうところって、プロがいるんでね。そう、プロがいるんで、みんなが綺麗に読んでるから、あえて綺麗に読まない方が耳に入ります。ので、そこをぜひこの3つをね、意識して乗り越えていただければと思います。はい。というわけで、昨日もしですね、日経クロステック行ったって方、あ、実は私いましたので、コメントいただければと思います。というわけで、今回刺さる提案をお届けいたしました。ババニュース!さあ、コメント返ししていきましょう。今回ね、ライブアワーで収録してるので、ライブアワーのコメントからまずは新タレトレスし、ほら、噛んでもね、気にしない。新太郎谷さん、一回も回数で祝われたことないよ。これ何が?あ、これさっきの話だよ。ごめん。ごめんなさい。これ、ボイシーのね。そう、ボイシーの配信回数って、これなんでかな?なんでこうフューチャーされないんだろうなと思ったんですけど、結果がね、これ簡単なんですよ。これ、配信回数でランキング作ったら、1位、パパ丸山、2位、新太郎谷。ほら、誰も得しない。だからやらないと思います。続いて、ゆかりちさん、性別の二刀流、ママゆうこです。あ、そうね。声の大谷翔平とね、性別のママ二刀流、ママゆうこです。よろしくお願いします。リンさん、インテルのブース、でかかったやつだ。え、リンさんいたの?リンさんいた?もしかして。ありがとうございます。そう。インテルのブースね、めちゃめちゃでかかったんですよね。あと、その他やっぱり、大きい会社のブースはね、やっぱり、大きかったですね。はい。でもすごくね、楽しかったです、私は。はい。もう、負けて当たり前なので、自由にやれたのでね。ただ、ちょっと私ね、今日反省するとしたら、そう、人がね、最初少なかったから座ってくれる人が、こうね、ちょっと早口になっちゃったかなと思ったり、20分時間あったんですけど、13分ぐらいで終わっちゃったので、もうちょっとゆっくり喋ったり、間を空けてもよかったかなっていう、ちょっと反省はね、ございます。はい。さあ、続いてコメント返ししていきましょう。お、つつみさん、ビジュアル系インサイドセールス、つつみさんからコメント来ています。読んでいただいてありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。まあ、つつみさんのインサイドセールスラプソディのミュージックビデオ、ご覧になりましたか?もうあれなんかね、見ちゃいますよね、あれ。てか、クオリティがおかしい。で、裏話聞いた後にね、見ると面白いので、ぜひね、コラボも聞いていただければと思います。さあ、続いて、小次郎さん。怖い時代になったもんですね。あ、これ AI、コナンの偽 AI 音声の話題ですね。怖い時代になったものですね。何事も悪用はいけませんね。これからの時代は、新たな脅威をいかに理解し、回避していくかという知識も知恵も必要になりそうですね。パパさんの
ボイシーで今後も学んでいきたいと思います。ありがとうございます。でも最近ね、そう、会社の人とかにいろいろ紹介するんですけど、これ毎回ね、どんな配信してるんですかって言うとね、こう迷うんですよね。いや、一応表向きはね、メタバースイベントやってるんで、メタバース入門みたいな、とか IT とか、子育てとかやってますとね、木曜日はとりあえず包み隠しておくんですけども、聞いてびっくりだよね、形にしてるんですが、ね。今日聞いたって方いるのかな？まあ、だから最近ちょっとね、新規のリスナーがね、増えてるのは嬉しい限りでございます。はい。さあ、そして慎太郎たりさん。配信回数、でも50回とか200回とか、ツイッターで祝われてるの流れてくるよ。なんで？あれ、例おかしいな。回数で祝われてるよ。そうなんですよね。なんていうのかな。なんていうのかな。まあ、もうね、私たち、だから、子さんだから、もうあんまり回数とかね、いう次元じゃないんでしょうね。だって私も待ってましたよ。キリがいい2000とか、2500とか、2800とか、キリがいい時ってなんかあるのかなと思ったんですけど、ないよね。ないです。もうリスナーの人が祝ってくれる。まあ、それでいいんです、それでね。それでいいんですけど、3000回の時でなんか、ツイッターでお祝いとか、あって、というわけでコメント返しのコーナーでした。さあ、というわけでパパニュースお送りいたしました。これね、今日日経クロステック実は私初めての体験だったのが、コールセンターでもない、コールセンターのイベントじゃないイベントで登壇するのって初めてだったんですね。だから、コールセンターのこと知らない人たちが多いので、こういうコールセンターで AI の活用事例って刺さるのかなと思っていたんですが、だからこそ刺さったというね、そうなんですよ。あったので、これはね、いい経験でしたね。で、今度11月の池袋で開催されるコールセンターの展示会の方でもまた喋るので、そっちはもうコールセンター業界しかいないので、より自由にやっていきたいなと思っております。はい。そして、新太郎谷さんコメントありがとうございます。はい。もしかして俺たち、嫌われてる嘘でしょ？いや、嘘でしょ。嫌われるようなことをしてないよね。大丈夫。信じましょう。はい。というわけで、まあ、こんな、さっきからね、そう、言われる、言われないの話してますけれども、一応こんな感じで、ボイシーで、6年間、毎日配信している一期生となります。今日ハッシュタグ企画で最後まで聞いてくれたあなた。そうなんです。一期生で6年間毎日配信していて、もうすぐ3000回のパパ丸山でございますので、ぜひフォロー、いいねボタン、そしてお近くの方にですね、おすすめしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、最後までお聞きいただきありがとうございました。今回は刺さる提案、お届けいたしました。ポイントは相手に話しかける。10分前から勝負は始まってる。そして綺麗に喋んなくていいんだよ。この3つでお送りいたしました。ぜひご活用ください。というわけでまた明日お会いしましょう。メタバースパーソナリティパパ丸山でした。バイバイ。